戦友は韓国 KBS にて1975年6月28日から1978年4月8日まで放送されたテレビドラマ、朝鮮戦争25周年特別企画作品として制作され、毎週土日月曜日の19から20時台より放送された。反響を主なテーマに掲げてはいるが、 朝鮮戦争中の様々な出来事を一話完結の形でまとめて放送し、幅広い層から人気を博する作品となった。1983年、2010年と2回リメイクされている。2014年にはミュージカル化された。1983年9月1日から翌1984年10月23日まで、毎週木曜日20時より放送された。 招待長役を演じた、カンミノは、同年度 KBS 優秀番組評価賞にて特別、演技賞を受賞した。KBS 大河ドラマが一時休止した後の2010年に、同放送枠に設けられた、KBS 週末特別企画ドラマの一作品。朝鮮戦争60周年を記念して制作された。反響を主要なテーマとした1975年。 1983年の作品とは違い、反戦と平和を主軸としている。責任プロデューサーのキム・ヒョン・イルによると、韓国国内では1983年制作の全作品以来約30年ぶりに制作される戦争ドラマであったが、他局で同時間帯に放送されていた鉄の王・キムスロなどに押され、視聴率は10%台にとどまった。 1950年10月1日、連合国からの支援により、韓国軍は38度線を超えることに成功した。主人公のイ・ヒョンジュン陸軍一等軍曹は、平壌市外における激戦を生き抜き、ついに、王力港にまで達する。このまま戦争は終結すると思われていたが、圧倒的な兵力を誇る中国軍の参戦により、朝鮮半島は再び惨劇の戦場と化す。 そんな中国軍、北朝鮮軍との戦闘中に、新兵の超孫イ,イルニ等兵が、敵前逃亡、山中をさまよううちに偶然で会った韓国軍の名将軍、パク白雲淳将を拉致。二人は中国軍に捕まり、死にたくない一心の孫イルニ等兵は、成り行きのまま北朝鮮軍に寝返る。パク将軍を救うために行動を起こし、反北ゲリラの協力も得て、中国軍の司令部から、 パク将軍を救出したヒョンジュンたちだが、その際ヒョンジュンは北朝鮮に行き別れになっていた恋人イスミョンを発見する。敵味方に投資者が続発するケマ高原の国間の中、港内港から半島南部に撤退するため、ヒョンジュンをはじめとする韓国軍、連合国軍の将兵は敵の順位を強行突破する。翌年の春、海兵隊が 敵の補給基地を爆破することになった。現地を知るヒョンジュンたちが海兵隊を道案内することになったが、移動中にヤンサンギル一等兵が無断で分隊を離れて母へ会いに行った。しかし母はすでに死んでいた。ヒョンジュンたちはサンギル一等兵を連れ戻すために合流時間に遅れ、単独出撃を強いられた海兵隊はカズトを残して全滅。 ヒョンジュンたちは公明罪で処刑されるかと思われたが、辛くも、ク将軍の介入によって救われる。そして、ヒョンジュンたちは4日間の猶予を与えられ、海兵隊の代わりに敵地へ赴くことになる。本編の主人公。階級は、陸軍一等軍曹第一分隊の分隊長。経験豊富な古津はもので、若い部下たちから慕われている。 M1A1 サブマシンガンを操る。かつて日本統治時代にスギョンと恋仲になったが彼女に暴行しようとした日本兵を射殺したのをきっかけに銃を取って戦う世界に身を投じる。その後韓国軍の前身である国防警備隊に入隊し、オースの経験も持つ。社会主義運動に共鳴し、朝鮮解放後にヒョンジュンの元を去り、北朝鮮へ渡った。 その後北朝鮮軍の将校となり朝鮮戦争の前線に立つが、元来の温厚な性格や標準への思い、そして過酷な任務との板挟みに相苦悩する。北朝鮮軍の中で唯一、ソンイルの蘇生に気づいている。北朝鮮軍では狙撃手の教育も受けており、狙撃銃を手にしての停止任務に就くことも、韓国陸軍の順唱。戦前は降伏軍に参加し、 日本軍や中国共産党軍と戦った。敵からも名称として高く評価されている。韓国軍の二党兵だったが、死の恐怖に耐えられず戦闘中に逃走。偶然出会った白将軍と共に中国軍の手に落ちる。その後、蘇生を隠したまま北朝鮮軍の兵士となる。韓国陸軍の二党軍曹、第二分隊の分隊長。もともとは、 優しい人物だったが、戦闘中に部下全員を失う悲劇を経験。それ以来、部下に容赦なく、鉄拳を振るうようになる。可視官としての能力は確かで、ヒョンジュンを補佐する。M にカービンを持つ。韓国陸軍の五条。漫談家になるのが夢で陽気な性格だが、反面口数が多い。文句や不平を漏らしながらも、軍隊の中堅として、任務を確実に遂行する。 韓国陸軍の一等兵。読み書きができず、市場へ買い物に出かけた際に間違って母兵所の行列に並んでしまい、結婚3日目の妻を残したまま入隊してしまった。故郷の妻に無事を知らせるため、大きな丸印を書いた手紙を送り続けている。韓国陸軍の一等兵。もともとは遊び人だが、一人暮らしの母を大事にしている高校息子。韓国陸軍の一等兵。 被災になるのが夢で、人助けがしたくて入隊した、志願兵。衛生兵として、敵味方の双方に、救護の手を差し伸べる。韓国陸軍の一等兵。両親が人民軍に処刑されたため、人民軍への敵外心が強い。韓国陸軍の五条。トランペットの名手で、戦場でも、銃の次にトランペットを大事にしている。韓国陸軍の二等兵。 孤児で靴磨きをしていた。武功勲章を獲得して将軍になりたいという無邪気な動機で志願した少年兵。半北ゲリラ、プサン遊撃隊の一員で義父や同郷の男たちと共に銃を取って戦っている。北朝鮮軍、中国軍の支配地域に潜入してくる、韓国軍の手引きを行う。北朝鮮軍の総長、任務には忠実だが、 温和な人柄の子三兵。次音を補佐し、進んで孫イルの面倒を見る。p p s 短期間銃を持つ。北朝鮮軍の軍曹。同じく出征した弟たちが、次々と戦死したため、復讐心を募らせている。失敗を犯した部下には暴行を辞さず、敵や民間人にも情け容赦なく接する。朝鮮戦争の経験者である俳優パク・キョンデクが、脚本を手掛け、 ソインソンが総括プロデューサー、キムヨンミンが演出を担当した。2014年10月29日、貨幣軍内で初演されたが、初演の場所に貨幣を選んだのは、朝鮮戦争に参戦した16カ国中5カ国の全席費が同軍内にあるからだと、パクキョンドゥクがインタビューで明かしている。1975年版や1983年版に、 出演した俳優が複数名出演している。個別に出展があるもの以外はによる。がついているのは1975年版、または1983年版への出演歴がある。俳優。ありがとうございます。